造成は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての僧侶、中納言平智盛の次男、父智盛の官職にちなみ中納言禅寺、または中納言立志と呼ばれた。智盛の性質は自部教局であるが、造成の母が自部教局であるかどうかは定かでない。政権の座にある平家一門の指定として生まれるが、早くから出家させられていたため、 呪永2年の一門宮古地の際は、友守に寺に止められ、あえて伴われなかったと推定されている。自称、呪永の乱の過程で、父の友守や兄の友明は落命し、また弟の友忠は研究7年に拒兵計画が、露見して、鎌倉幕府側に中殺される。しかし、経緯は不明ながら造成自身は罪を問われることはなく、研究6年には上落していた。 源の頼朝が鎌倉に下校する際、同じ平家一門出身のただし会と共に一行に加えられた。その後、頼朝の父である義朝の母大寺として、幕府の南向かいに造営された勝長寿院に居住しているが、どういう事情で、頼朝がとももりの子である造成を勝長寿院に居住させたのかは全く不明である。ケイズ山兵士一 ABC、 平家五章上212ページ、ケ図ズ産用道条項。あずま研究6年6月25日上。AB、平家五章下82ページ同、研究6年9月28日上。ただし、研究年間には、頼朝の平家に対する敵外心は薄れており、造成の例の他にも、平家の家人でも望む者には幕府への士官を許したり、 平これもりの頃六大丸を除名したりしている。ありがとうございます。